人からネームすみのりさんからいただきました。ありがとうございます。かなちゃんくのちゃんもふ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 、はい、来たな。かなちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。さてお二人が所属する大沢事務所にはかやのさん、種田さん、井口さんなど男の僕でも憧れるお姉様がたくさんいますが、くのちゃんが思うかなお姉様の魅力を教えてください。いいお便りですね。あれだよね、はい、井口ゆかちゃんの、はい、文化放送の番組にゲ、はい、ストで行ったんだよね。そうなんです。そう。去年の年末ぐらいに。そう。はい。で、それがね、くのちゃん初文化放送だったんだっけ。そうなんです。そう。初めて。初文化放送を井口ゆかちゃんに奪われてしまったんです。もんちゃん、なぜもっと早く呼んでくれなかったんですか。年末だよ。もうね、この差ね。ちょっとね、もう2月入っちゃったからね。もったいなかった。まあでも、そこでね、はい、井口ゆかちゃんから、うん、かなちゃんとくのちゃんは似ていると。あ、そうなんです、そうそう。姉妹みたいだと。はい。言ってもらったと。言ってもらって、ちょっと、嬉しかったですみたいなメールが来て。くのちゃんから。言っちゃうんですか、恥ずかしい。言うよ、今日は花沢から祭りだからね。もうね、その日一日にやけっぱなしだよね。ふふーつって何回もガラケーをパタパタしたよね。もう一回見ちゃおうって。そうだったんですか。そうだよ。そんな嬉しいよ。そんな、そうそうそう。あ、魅力ですか。魅力、うん、いや、まずは、うん、あれですよね。何、やっぱ違いますよね。違うって、いきなり、なんか、違うんですよ。他の人と。違う。ほんと？大丈夫？妖怪みたいになってた。違う、違う。あ、私、表現力で、表現力。表現力が違うんですよ。表現力が違う。なんか、うん、例えば、何かこう一言発するだけでも、うんうん、だからすごい現場いっぱい、いろんな現場でご一緒させていただいてますけど、一つ一つのそのセリフが、なんかこう、お腹のそこから、こう、あと、心の、なんかすごい柔らかい部分をこう、なんか通過し、こう、下からこう、ぐーって込み上げてきたように、こう、ポーンってこう、口から出てくるっていうか、だから一個一個、ダイレクトに来るんですよね。お耳に。お耳に、お耳にダイレクトに来るっていうか、こう、だから、大勢の、キャストさんがいる中でも、やっぱり花澤さんのセリフは、異質っていうか、すごいいい意味で異質で、存在感があるっていうことです。わーい！で、だから表現力が違うっていうのと、ありがとう。あと、一番は、その、人間的に本当に本当に、優しくって、私あんまり自分のこと話すの得意じゃないのに、本当に、たくさん、泣かないでよ。クラちゃん、泣かないでよ。やだ、私も泣いちゃうじゃん。やめて。苦しい時にすごい助けてもらったりとか、あとその前すごい嬉しかったのが、ちょっと体調悪かった時に、夜電話くれて、花澤さんが、ベッドの上でこう話してたんですけど、その時すっごい嬉しくって、本当にもうなんかすごく優しくて思いやりのある、とんでもない、はい、もうそれはそのままお返ししますよ、はい、くのちゃんに。もうどんだけ癒されてるか。最終回じゃない。最終回見たらテンションだけど、最終回じゃない。あー、やばい。すいません。なんだ、私人から泣いたの初めてなんだけど。ごめんなさい。やめろよ、くのちゃん。もうすいません。だから私本当に泣かないんですけど、人前でなん
そうだね。花澤さんの前でいっぱい泣いてる。めっちゃ泣いてるよね。そうなんだよ。なんか解放されちゃうんですよね。いや、あ、よかったです。すいません。いえいえ。はい。なんかね、すげえ、はい、今日本当に最終回みたい。いやー、はい、あ、まあでも、うん、この私たちの雰囲気がね、うん、伝わったかな。うん、伝わったね、十分伝わったね。